皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、今日が人生最後の日だとしたらということについてお伝えしてみたいと思います。まあ、なかなか人によってはシリアスなテーマに聞こえるような内容かもしれないんですけれども、人ってそれこそいつ命がね絶えるような状態になるのか、自分が真っ当に生きていても、例えば上から何か物が落ちてきてね、突然それが当たって打ち所が悪いっていうことだってあるわけですよ。だからずっと永遠に自分の命は続くとは思ってないにしても、まさか今なんてっていうのは、考えない方多いと思うんですよね。だから日々が、今日がもし最後の日だとしたらっていう思いでね過ごすと、何をしたいだろうっていうふうにね考えるっていうのも、たまには日々を、ね、暮らす上で考えてみてもらうといいのかなっていうふうに思うんですよね。有名な映画でですね、死ぬまでにしたい10のことっていう、ご存知の方も多いかもしれないんですけれども、23歳のね女性がいて、ある日突然その検査した結果ね、腹痛に襲われてっていう、検査をした結果余命2ヶ月の宣告を受けて、でがんなんですよね。で進行が早くて全身転移っていうことで、でそれをもう誰にも打ち明けないと決意して、死ぬまでにしたいことを書いていったっていう、そういう映画で、実際に映画の中でも亡くなってしまうんですけどね、子供とあと夫を残して、で、そのリストを見て、皆さんがねどう考えるかって、賛否両論いろいろあるようなんですけれども、ちょっとね参考までにちょっとねお伝えしますと、1、娘たちに毎日愛してるという。2、娘たちの気に入る新しいママを見つける。3、娘たちが18歳になるまで毎年送る誕生日のメッセージを録音する。4、家族とビーチに行く。5、好きなだけお酒とタバコを楽しむ。6、思っていることを話す。7、夫以外の男の人と付き合ってみる。8、誰かが私と恋に落ちるように誘惑する。9、頬の感触と好きな曲だけしか覚えていない刑務所のパパに会いに行く。10、爪とヘアスタイルを変えるっていう、こんな感じのものなんですけどね。いろいろと賛否両論は確かにあると思うんですけども、私が、自分としてですね、今日が最後の日だったらっていうわけじゃないんですけれども、死ぬ瞬間に言いたい言葉っていうのが最後の一言でねあるのももう決めてるんですけれども、それはありがとうっていうのを言って、死んでいきたいっていうのがあるので、それが私の夫であったりとか、友人知人とか、全ての人に向かってなんですけど、一緒にね私の人生を一緒にいてくれた触れ合いのある人たちに感謝を込めて、ありがとうっていう言葉を言って死にたいというふうに思っているので、ありがとうという言葉が言える精神状態であるように過ごしていたいっていうのはあるんですね。だから悔いのない人生を送りたいっていうふうに思うと、やっぱり1分1秒がすごく大切で、愛おしいもので、だからあまり無駄にしたくないと思っているんです。そうするとですね、あまり世間の体裁とか誰が何を言うとかっていうのに構ってる時間がない。もし今日が最後だったらってことを考えた場合ね、体裁とか考えてらんないじゃないですか。もちろんある程度社会常識としてね、守らなきゃいけないルールとか節度はありますけれども、例えばそのね思っていることを口にしないとか、ここにも書いてありますけど、それで幸せですかって、結局それを抱えたまま死んでいくってどうなんだろうとかね、だから 何をやってもいいって言ってるわけじゃなくて、そういう気持ちで一日一日を過ごすと見える世界が変わるんじゃないかなって思ってるんです。本当に年齢関係なく突然降ってくるものっていうのは、寿命っていうのは設定されたものがあるにしてもですね、本人がどの段階で知るかっていうことで、この映画のように余命2ヶ月っていう段階で知る可能性もありますよね。だからやっぱ日々はね大事にしなくちゃいけないっていうと、やっぱ人の目を気にして
やりたいことをやらないっていうのはやっぱりもったいないし、結局あなたの人生を生きるのはあなたでしかないっていう、あのその感じから言うと、まあ、私はだから非常識っていう言葉で常識を外す、飛ぶ常識と書いて非常識っていうふうに言ってるんですけれども、やりたいことをやりたいようにやるっていうのが、まあ、自分の人生を生きる上で、まあ、必要な思考とマインドなんじゃないのかなと思うので、世間体とか人目とか、そういうものにね縛られがちな思考の人ほどちょっとね振り返って、もしそうだったら自分どうするってちょっと考えてみてもらうのもいいかしらと思ったりしないでもないです。はい、今日はそんなお話でした。それでは。